キャリコイル LC はアメリカの生物工学の研究開発企業である。2013年9月18日にビル・マリスとグーグルの資金援助によって設立された。老化とそれに伴う病気を縮小、予防することが目的である。グーグルの2013年のファウンダーズレターの中で、ラリー・ページはキャリコを、ヘルス、ウェル、ビーイング、アンドロンジェビティにフォーカスした企業であると述べている。企業の名前は、カリフォルニア・ライフ・カンパニーのアクロニムとなっている。2015年、Google はアルファベットインクへと再編され、キャリコは Google などと並ぶ新しい子会社になった。2018年時点では、キャリコは薬品や生物工学の製品をまだ製造していない。2014年9月、キャリコはAbbVieとパートナーシップを結び、老化や神経変性疾患や癌などの老化に伴う病気にフォーカスした R&D 施設を立ち上げることを発表した。当初、各企業が 3.5 億ドルを投資したが、後に追加で5億ドルの投資が行われた。同月、神経変性疾患のための薬品開発に関して、テキサス大学南西メディカルセンターとに、M カンパニーズとパートナーシップを結ぶことも発表した。2015年、MIT とハーバードのブロードインスティチュートは、老化に伴う病気と治療法に関する高度な研究を行うために、キャリコとパートナーシップを結ぶことを発表し、バックインスティチュート4、リサーチオン、エイジングとのパートナーシップも発表された。2015年、キャリコは、老化の生物学と老化に伴う病気の治療可能性を特定するための研究を行っていた QB3 と人間の寿命の遺伝子に関する研究を行っていたアンセストリドなパートナーシップを結ぶことを発表した。2017年の年末から2018年の初めにかけてキャリコは2人の科学者を失った。2017年12月には R&D のリーダーのハル・バロンがグラキソスミスクラインに転職し、2018年3月には AI の技術に注力していたDaphne Kollerが薬品設計に機械学習を応用するベンチャーに転職した。ありがとうございます。